はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、もう最近ちょっと暑い日が結構続いてるかなと思うんで、まあアレンジを結構やる方が多いかなと思うんですけど、まあ、今回はちょっとゴム2つだけ使って簡単にパパッとまとめれるアレンジをやってみました。すいません、ちょっとだけ。はい、ありがとうございます。で、本当にシンプルに後ろでこうまとめて、でサイドの部分こうねじって、で後ろの部分をちょっとねじってもうゴムで留めただけなんですけど、あのほぐしももう後ろの部分はあんまりほぐしてません。でサイドの部分をちょっとだけ、あのサイドの髪の毛って結構ほぐしやすいかなと、こう自分でこうやったりとかやりやすいかなと思う、そこだけはちょっとやったんですけど、それで巻きつけて簡単にパパッとできるアレンジをやってみました。ありがとう。だから結構、まあ、アレンジが苦手な方だったりとかも結構使えるアレンジかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあまずオイルからつけていきます。全体の毛羽立ちがなくなるぐらいまでしっかりとつけます。で次にサイドの髪の毛を取り分けておきます。だいたい耳後ろぐらいで分けてサイドの髪の毛を下ろしておきます。で残りの髪の毛を全体的にだいたい後頭部ぐらいでまとめて、時計回りに毛束をねじっていきます。でねじったところの根元付近にゴムを結んでいきます。で毛先の部分をギュッとして、するとここら辺にちょっとボリューム感というか、ねじったところが少しボリューム感が出てきます。こんな感じでねじったところに少しこう凹凸が出てるような感じになってます。だいたい今顔周りの遅れ毛をお好みで少し下ろして、まあちょっと透け感が出るぐらいな感じで下ろしてあげるとベストかなと思います。で残りの左右の髪の毛をちょっと軽くねじっていきます。でねじったところを少しだけほぐしていきます。でサイドの髪の毛だとこう前に持ってきた時にこうご自分でこう見ながら引っ張れるので結構出しやすいかなと思います。で次にねじった髪の毛をこっちのゴムのところに巻きつけて、でその上からもう一度ゴムをつけていきます。でゴムをつけたらそのまままたギュッと、最後に毛先の部分にオイルをもう一度つけます。結構毛束がちょっとウエッティになるぐらいまでつけてバランスを整えたら完成になります。はい、こんな感じで仕上がりました。ゴム2本で簡単にパパッとできるアレンジになってます。ほぐしもあまり使わないようにやってますので、よかったら参考にしてみてください。